こんばんは。ウィークリー千葉県小杉真希です。春本ゆなです。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしてまいります。番組のおしまいには素敵なプレゼントのお知らせもありますので、そちらもお楽しみに。まずは千葉県の主な出来事をお伝えします。3月25日金曜日、千葉県新型コロナワクチン追加接種センターで熊谷知事が3回目のワクチン接種を受けました。追加接種センターは設置期間を5月末まで延長し接種を行います。会場は JR 津田沼駅から徒歩2分の複合商業施設モリシア津田沼です。接種の対象はご覧の方々です。接種を受けるにはお住まいの市町村から発行される接種券が必要となります。電話または専用ウェブサイトから予約できます。ご予約は千葉県追加接種センターで検索いただくか、コールセンター0120-540-197 までお願いします。3月27日日曜日、ゴーゴーチャレンジ千葉アクアラインマラソン2022フェスが行われました。このイベントは3月25日から始まったランナーの募集を盛り上げるもので、熊谷知事と大会 PR 大使の千葉雅子さん、藤森慎吾さんが大会の魅力を楽しく語るトークセッションなどが行われました。ランナーの募集は5月9日までとなっています。以上、千葉県の主な出来事をお伝えしました。続いて特集です。今週は令和4年度の千葉県予算です。新年度のスタートにあたり、当初予算の概要やポイント、重要施策などを紹介します。今回は熊谷知事が就任されてから初めての当初予算ですね。はい、令和4年度の当初予算の規模は2兆1772億6500万円となり、新型コロナウイルス感染症対策も盛り込まれています。当初予算としては過去2番目の規模となりました。それでは令和4年度の予算編成について、熊谷俊人千葉県知事のコメントをご覧ください。千葉県知事の熊谷俊人です。はじめに新型コロナウイルス感染症への対応について、最前線でご尽力をいただいている医療従事者の皆様、そして私たち千葉県からのさまざまな要請にお答えをいただいた県民や事業者の皆様方に心から感謝を申し上げます。さて、新年度予算でありますけれども、私にとっても初めて編成をした当初予算となります。県民の命と暮らしを守るために、例えば感染症対策ですとか防災減災対策、さらには交通安全対策などに最優先で予算を配分をいたしました。その上でこれから千葉県が10年後に目指す姿、そしてそこに至るまでにどのような環境の変化や課題があるのか、そうしたことを整理をした上で新たな総合計画として取りまとめ、その総合計画に基づいて必要な分野に予算を配分してまいりました。今日は今年度のその主な取り組みをご紹介をいたします。熊谷知事のお話にもありましたように、新型コロナウイルス感染症対策、防災減災対策をはじめ、新しい県総合計画、新しい千葉の時代を切り開くの実現に向けた事業などが計上されています。令和4年度の主な事業はご覧の7項目です。まず1つ目、危機管理体制の構築と安全の確保から詳しくご紹介しましょう。令和4年度も新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すため、病床や宿泊施設の確保、臨時医療施設の整備、検査・搬送・ワクチン接種体制の確保に必要な経費を計上しています。激甚化する災害から県民の生命・財産を守るため、一宮川流域をはじめとする河川の浸水対策や危機管理型水位計の設置を進めるほか、土砂災害警戒区域等の指定を進めます。
歩道整備や信号機設置などの予算を大幅に増額し、通学路の安全対策に取り組むほか、飲酒運転の根絶や自転車損害賠償保険などの加入促進に向けた広報啓発を強化します。2つ目は千葉経済圏の確立と社会資本の整備についてです。中小企業が取り組む健康医療分野のものづくり、県産農林水産物を活用した商品開発への支援、企業立地を促進するための助成を継続します。感染症の影響を受けている中小企業を支援するため、中小企業振興資金の必要額を確保し、無料相談や専門家による伴走支援を継続します。 GoTo トラベル事業により、国と県が協調して観光需要の回復に取り組みます。合わせて市町村や観光事業者等が行う観光資源の磨き上げや、ワーケーションの受け入れ環境の整備に対する助成を拡充します。農林水産業では次世代を担う人材確保のため、青年就農者へ支援を行うほか、新規事業米などへの転作、収入保険の加入を促進します。森林整備について、都市部と森林が多い地域が連携して森林整備を行う事業を拡充、水産振興としてはアワビなどの良好な漁場である藻場の消失を防ぐ取り組みを行います。県民生活の利便性向上や経済活性化のため、北千葉道路をはじめ銚子連絡道路、長生グリーンラインなどのアクセス道路や地域に密着した道路の整備を推進します。港湾機能の強化のため、千葉港千葉中央地区の再編整備や銚子市の名洗港、立山港多目的桟橋の工事を進めます。3つ目、未来を支える医療福祉の充実についてです。地域医療を支える医師看護師などの確保のため、就学資金の貸し付けを継続するほか、千葉大学に地域医療を担う医師を育成する講座を新設します。また医療的ケア児などへの支援を拡充し、盲ろう者のための相談窓口を新設します。令和4年度の予算の重点7項目のうち3項目について詳細をご覧いただきました。それでは続きまして、残りの4項目をご覧ください。4つ目、子どもの可能性を広げる千葉の確立についてです。子育て施策では、保育士の確保・定着に向けた助成を継続するほか、児童虐待防止対策の強化に向け、柏・銚子の児童相談所2カ所の建て替えに着手します。またヤングケアラーの支援体制強化のための調査を実施します。教育施策では、公立小学校に県独自で専科教員等を配置するとともに、スクールカウンセラーを増員します。私立学校について運営費への助成を拡充し、新たに ICT 機器の整備に対する上乗せ助成を行います。5つ目は、誰もがその人らしく生きる、分かり合える社会の実現についてです。 SDGs やダイバーシティを推進するため、千葉 SDGs パートナー登録制度の登録促進などを図るほか、福祉全般にわたる相談を市町村が一つの窓口で受け、支援につなげられるよう研修を実施します。続いて6つ目、独自の自然・文化を生かした魅力ある千葉の創造についてです。三方を海に囲まれた千葉県の地理的・文化的特性を生かし、千葉県の宝である海の魅力を県内外に広く発信します。温室効果ガス削減に向け、県庁舎や県立学校の照明の LED 化に着手するほか、家庭用の電気自動車などの導入に対して助成を行います。洋上風力発電の導入促進に取り組むとともに、
水素の利活用に向けた調査を実施します。文化スポーツ振興のため千葉県文化会館の大規模改修や総合スポーツセンター体育館の建て替えに着手します。最後7つ目、暮らしを豊かにするデジタル技術の効果的な活用についてです。民間のデジタル専門人材を活用し、市町村のデジタル化の取り組みを支援します。また、県民サービスの向上を図るため、各種納付手続きのキャッシュレス化に取り組みます。中小企業が行うデジタル技術の実証実験や、農畜水産業のスマート技術を活用した取り組みに対して支援するほか、建設業におけるデジタル技術の導入を促進します。以上、令和4年度の千葉県予算の主な事業について紹介しました。最後に熊谷知事から県民の皆さんへのメッセージです。どうぞご覧ください。私たち行政の役割は、県民の皆様方が今必要としている分野に着実に予算を配分し支えるということと、それに加えて皆様方の10年後20年後の将来のため、もしくはこれから生まれ育つ未来の子どもたちのためにどのような投資をし、そして備えをしておくか、この今と将来両方に予算を配分することが重要だというふうに考えています。そのためにも千葉県の未来を切り開く、そうした各分野の投資を着実に行うとともに、これからの将来の備えとしてですね、高齢化でありますとか気候変動、食糧危機、こうした将来に対する備えを市町村や関係の皆様方と積み重ねてまいります。また備えという観点では、確かな財政基盤というのも重要であります。今回ですね、私たちは、新たな視点での行財政改革に取り組むとともに、災害の復興でありますとか、もしくは、公共施設の将来の老朽化に、備える基金、この基金に必要額を着実に積み立てております。これからもですね、そうした中長期的な視点を持ち、皆様方からお預かりした税金を効果的に活用する、そうした県政運営に努めてまいります。熊谷知事の今と将来の両方に予算を配分したという言葉がとても分かりやすかったです。そうですね、今を生きる私たちのため、そしてこれから生まれてくる子どもたちのための予算なんですね。今年度から動き出す新しい総合計画に沿って、誰もが安心して暮らせる千葉県づくりに取り組んでほしいですね。以上、特集でした。それではプレゼントのお知らせです。今週はご覧のお菓子を5名の方にプレゼントします。必要事項と番組の感想を必ずお書き添えの上ご応募ください。皆様のご応募お待ちしています。さて、ウィークリー千葉県、そろそろお別れの時間となりました。来週の特集は千葉の名産品探訪、東金編をお送りします。新年度が始まりました。気持ちも新たに頑張りましょう。そうですね。それでは今週のウィークリー千葉県、この辺りで失礼します。